定刻となりましたので、市長定例記者会見を始めさせていただきます。それでは記者クラブ幹事社毎日新聞さん、進行をよろしくお願いいたします。7月の幹事社を務めます、毎日新聞社の大平と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日の記者会見内容につきまして、市長から説明をお願いします。はい。皆さんこんにちは。まず九州、東海、甲信地方など記録的な大雨となっております。令和2年4月豪雨では各地で河川の氾濫、土砂災害、低地の浸水などが発生し、多くの死者、行方不明者が発生しております。犠牲になられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に対し謹んでお見舞いを申し上げたいというふうに思います。今回のような豪雨災害はいつ起こるか分かりません。昨年の令和元年東日本台風においては、本市でも大規模な浸水被害が発生をいたしました。市民の皆様には命を守るための速やかな避難をお願いいたします。なお先日もお伝えをいたしましたが、自然災害の対応についてもコロナウイルス感染防止対策を講じる必要があります。避難の際にはマスクを持参していただくなど、感染症予防対策にご協力をいただくとともに、安全を確保した上での在宅避難や親戚や知人宅への避難についても、避難の選択の一つとして検討をお願いいたします。それでは本日まず本市の新型コロナウイルス感染症に関わる対応についてからご説明をさせていただきたいと思います。それでは新型コロナウイルス感染症に係る対応、大宮地区南銀座地域における接待を伴う飲食店に対する対策についてお伝えをしていきたいと思います。まずはじめに本市の感染状況についてご説明をしたいと思います。本市の感染状況ですが、7月の14日時点で市内の検査で陽性が判明した方が275名、うち感染経路不明者が78名ですが、その他感染経路調査中が31名となっております。また市内在住者の状況は、入院中の方が32名、宿泊療養の方が32名、自宅療養の方が22名、退院療養を終了された方が206名となっており、またお亡くなられた方は9名、合計で301名となっております。すでに公表しております通り、大宮区の接待を伴う飲食店でクラスターが発生し、6月下旬以降、多くの陽性者が報告をされております。東京都を中心に、首都圏でも感染が拡大しており、引き続き警戒が必要であると考えております。次に、さいたま市新型コロナウイルス感染症の検査状況および陽性率についてご説明をしたいと思います。まず陽性率はこの赤い折れ線グラフでございますが、陽性率についてはクラスターの発生などによって上昇傾向にございます。7月14日時点で 4.6% となっております。7月に入り陽性率が一時 5% 台まで上昇いたしましたが、これは市内医療機関でクラスターが発生した5月上旬以来ということになります。検査状況については、これまで検査体制の拡充や帰国者、接触者相談センターの拡充などを進めてまいりましたが、これに加えてクラスター対応として臨時の PCR 検査スポットを設置し、集中的に検査を実施する体制を整備しました。詳細は後ほどご説明をさせていただきます。次に最近の陽性者の状況についてご説明をさせていただきたいと思います。接待を伴う飲食店で最初に陽性者が判明したのが6月26日でございますが、この6月26日から7月14日までをグラフで表しますと、現時点ではここ数日はこのクラスターによる感染者が非常に多かったということでありますが、ここ数日に限って言いますと、このクラスターによる感染者は報告をされておりません。また一方でクラスター以外の感染者が増加傾向にあります。感染経路不明者数は調査中の方が含まれており、今後の見通しは現時点で一概に判断することはできませんけれども、東京都や埼玉県の感染状況も踏まえ、しばらく注視していく必要があると考えております。上の表は
こちらの数値の表でございますけれども、これは6月26日以前と以後のこの年代別の比率を表したものでございます。赤枠のですね、40代以下の若年世代の割合が6月26日以降については非常に高くなっております。青枠の50歳代以上の世代の割合が少ない、減っているという状況でございます。キャバクラやホストクラブでのクラスターの影響もございますが、若い世代の感染が増加しているという状況でございます。次に大宮地区南銀座地域における接待を伴う飲食店に対する対策についてご説明をします。最初にクラスターの現状についてでございますが、ご覧のとおりですね、大宮地区の南銀座地域で3店舗のクラスターが発生をしております。すべての店舗において濃厚接触者となる全従業員の PCR 検査を実施し、クラブグランデでは13人、2店目のキャバクラでは6人、アーバニティクラブ S では11人の陽性が判明しております。またお客さんについてでありますが、クラブグランデでは43名の検査を実施し、7名の陽性者が出ております。また2店目のキャバクラは対象となる40名のうち1名の陽性が判明しておりますが、店側と随時連絡を取り合い、他に37名の方が検査を行っていると、そして全員陰性だったという報告を受けているところでございます。またアーバニティクラブ S は10名の検査を実施し、3名の陽性が判明をしております。陽性者のほとんどが20代から30代でありまして、いずれも軽症でございます。このような複数のクラスターの発生により気づかぬ間に市中感染を招く可能性があり、より一層感染拡大防止に取り組んでいく必要があると強い緊張感を持っているところでございます。次にクラスター対策としてのこれまでの取り組みでございます。まず1つ目でございますが、周知啓発にかかる取り組みでございます。7月の6日に商店街等における新型コロナウイルス感染症対策連絡会議を開催をいたしました。大宮商店街連合会をはじめ、大宮東口、また西口の各商店街連絡協議会、また南銀座地域の関係商店街、また両院組合、こういった関係団体にもご参加をいただき、また埼玉県にもご参加をいただいて、新型コロナウイルス感染症に対する対策などについて情報交換をさせていただきました。次に対象226店舗に対しまして、個別周知を10月10日、ごめんなさい、7月10日付で発送しました。周知の内容は、社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した対応をしてほしいということと、それから2つ目としては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止チェックシートをぜひご活用くださいということと、3点目としては、埼玉県がスタートしました埼玉県 LINE お知らせシステムの活用について、ご案内をしたところであります。なお、このうちキャバクラ、ホストクラブの全従業員を対象に、臨時 PCR 検査を実施をいたしております。現時点の、申し込み者数でありますが、7月15日、これはあれ新しいやつが入ってるやつなんだよな、24時の申し込み時点では17店舗141名でございます。これ最新のデータで16日12日、12時時点のデータでは21店舗183人だったんですかね、ちょっとこれ正確な数字あったら教えますが、そういった申し込みをいただいているところでございます。申し込みにつきましては7月の17日金曜日までとなっておりますが、申し込み状況を踏まえ期間を延長することも含め柔軟に対応していきたいと考えております。また昨日から検査を開始をいたしました。7月下旬まで実施をしていく予定でございます。また市民への周知でございますが、市民への注意喚起メッセージの発信を実施をいたします。また併せて埼玉県におきましても、夜の繁華街に限らず感染症対策が十分に取られていない施設の利用回避などをお願いするものでございます。
次に第2案に向けた体制の強化についてご説明をしたいと思います。新型コロナウイルス対策への体制強化として、これまで関係部署への職員の増員や PCR 検査相談体制の強化を図ってまいりましたが、第2波の到来や新たなクラスターの発生などに備え、職員増員等による保健所のさらなる機能強化を図るとともに、保健福祉局内に新たに新型コロナウイルス感染症対策チームを設置をいたします。第1波の振り返りを踏まえ、検査体制の拡充による検査数の大幅な増加、積極的疫学調査の体制強化、クラスター対策などを進めるとともに、第2波の到来に備えるための体制強化を行うものでございます。同チームは主に国、県、医療機関および庁内関係部署との相互調整を行うほか、クラスター発生時における対応や検査体制の強化に取り組んでまいります。構成員などの詳細は現在検討を進めておりまして、4月末までの設置を目指してまいります。緊急事態宣言が解除されてから1ヶ月半が経過をいたしました。社会経済活動の活発化に伴い、人と人との交流が増えると感染のリスクが高まります。生活圏が密接に関係している東京都では、4月9日から4日間連続で新規陽性者数が200人を超え、急激に感染者が増加をしております。本市におきましても、6月26日以降に3件のクラスターが発生しており、今が感染拡大を防ぐ重要な時期と認識しており、危機感を持って対応してまいります。また7月10日から県が感染拡大防止のため、埼玉県 LINE コロナお知らせシステムを導入しました。7月7日に開催をいたしました本部員会議で、各市民利用施設をシステムを登録することと、国の新型コロナウイルス接触アプリ COCOA と合わせまして、職員が積極的に活用することを指示したところでございます。事業者の皆様にはぜひ埼玉県コロナウイルスお知らせシステムに各事業所を登録していただきたいと思っております。また市民の皆様にも埼玉県 LINE コロナお知らせシステムおよび国の新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA 等を積極的に活用してください。繰り返しになりますが、感染者数が増加しております。今一度基本に立ち返り、手洗い、咳エチケット、密を避けるなど、感染リスクを避ける行動を取っていただきますようにお願いいたします。続きまして、議題の1でございます。さいたま市災害廃棄物処理の協力に関する協定についてご説明をしたいと思います。昨年10月に発生をいたしました東日本台風では、本市でも桜区を中心に1000件を超える床上浸水が発生するなど、県内最大の被害となっております。またこの台風被害によって桜区では多量の災害ごみが局所的に発生し、通常のごみ収集を維持しつつも、個別収集、自治会設置の災害ごみ臨時集積所からの収集を実施をいたしました。その量は約1200トンとなり、桜環境センターの処理能力に換算すると3日分の処理量に匹敵するものとなっております。こちらは被災当時の現地の様子でございます。ごみの集積所などにはごみがあふれ、多くの家具や畳も運び込まれ、これらの災害廃棄物は本市の3つの清掃事務所より車両と人を集めて対応し、約3週間この体制を維持したところであります。また一方で、職員を東松山のごみの一時仮置き場の管理業務に派遣をし、搬入分別作業を行ったところであります。こうした対応を振り返りますと、発生後即座に対応をしましたが、通常業務を行いながら並行して廃棄物の迅速な処理を図る必要性から、直営で行うことは難しく、また一部委託するなどの対応を行う必要があるというふうに考えました。また仮置き場の管理運用やシャベルローダーなどの重機の操作といった面でも、直営職員では対応しきれない、こういった作業が発生することが分かりました。今後想定される状況を踏まえまして、同時多発的に被災した場合、必要な人員や資機材の確保が困難になるほか、市の処理施設や収集車両の機能不全が
想定されます。そこで今回日頃から地域において廃棄物行政にご協力をいただいております委託事業者の方々と連携をし、広域的な協力体制を構築することといたしました。今回の協定締結には2つの意義がございます。1つ目は市民生活に寄り添い共に成長する事業者と行政が災害時において迅速に対応できる体制を構築できるということ、そして2つ目は台風などの災害に備え協定を締結することによって市民の安心安全を早期に確保できるということであります。協定の概要でありますが、従来は関係行政機関との連携による災害対策を対応を想定してまいりましたが、今回はそれに加えて17の委託業者の皆様と発災時に必要な人員また資機材の把握確保を目的とし協定を7月の8日に締結をいたしました。発災後は市が各委託業者に速やかに業務を委託し市と事業者が協力をしながら災害廃棄物の処理に当たってまいります。想定される委託内容でございますが一つは災害廃棄物の収集運搬業務でございます。また一時仮置き場が不足する場合には積み替えを協力事業者の自社敷地で行っていただくことも想定しております。2つ目としては災害廃棄物を処理施設で粉砕焼却をしたり資源化や埋め立てを行う業務でございます。そして3つ目としましては搬入されるゴミの受付また重機による整理仮置き場の管理や必要な資機材の調達などを想定してございます。この協定の締結による効果でございますが事前に協力体制が構築できることによって災害廃棄物の迅速な処理を行うことができるというものになります。また事業者の提供可能な人員あるいは資機材をあらかじめ把握していくことで各事業者に適した業務を委託することができ、効果的な業務を行えるということになると考えております。今回協定を締結させていただきました委託事業者はここに出ております17社ということになります。台風や地震などいつ起こるかわからない災害に事前に備え災害廃棄物が発生した際には一刻も早く復旧できるよう委託事業者と総合連携を強化をしてまいります。私からは以上でございます。ありがとうございました。幹事社からいくつか先に質問させていただきます。まず難民の対策の件なんですけれども、はい、一応申し込みは明日まで延長も考えるということですが一応明日までという時点で、今、最新の数字、20店舗ぐらい200人近く来ているというこの数字について、どう受け止めているかということとあと前に市長がそのこの一斉検査やるに関しては例えばその2週間に1回やらないと意味がないんじゃないかっていうようなことも考えたというふうにおっしゃってたんですけれどもその一斉検査をとりあえずやってみてもちろん結果が出てから考えることもいろいろあるとは思うんですけれどもその検査後についてどう今時点で考えているかっていうことが一つあと周知内いろいろここに書いてあるよりガイドラインに即した対応などの周知を送ったということですが実際に、現場を回って指導をしたりとか見回りみたいなことをしているまたする予定であるということはあるのでしょうか。あと市長自身が実際難民をちょっと現場見てくるっていうようなお考えや予定はあるのでしょうか。ということがまず、はい、1点目です。はい、それまずですねそれでは幹事社からのご質問に順序お答えをしたいと思います。まずこの、約20社、200社弱のこういった申し込み状況についてということでございます。現時点ではやはりちょっと全体像がまだ市としては把握しきれておりませんので、多いとも少ないともちょっと言えない状況であるというふうに考えております。ただ、今回のは
実証するにあたっても皆様にも申し上げましたが、これはそれぞれの事業者の皆さんに協力をお願いするということでございまして、私たちとしてはまずこういった約20店舗の皆さんにこうしたご協力をいただいたことを大変ありがたく思っておりますし、引き続きこのご協力いただける店舗をですね、少しでも増やして、あるいはそこで働く皆さんの PCR 検査を増やしていくということに引き続き努めていきたい、このように考えております。そして2つ目の、2週間に1回ぐらい、基本的にはやはり、PCR 検査1回やるとずっと安全であるということには現時点ではご案内通りならないわけでございます。現時点での状況は当然つかめるということにはなりますが、そこから先こう継続的に安全な状況を作っていくためには、やはり定期的にこういった検査を受けていただく必要があるのではないかというふうには私たちも考えております。それらについてはやはり、PCR 検査が一番望ましいわけでありますけれども、今後ですね、抗体検査あるいは抗原検査など、比較的 PCR 検査よりコストの安い検査なども含めて、定期的にこういった検査をそれぞれの事業者で行っていただくことによって、安全を確保していただきやすい環境ができるのではないかというふうには思っております。そういったことも含めて引き続き呼びかけていきたいというふうに思います。それから、現状で現場を回ってということでございます。今後、郵送でやらせていただき、また引き続き電話等でアクセスをしていくことなども含めて、ここに行政をしてまいりたいというふうに考えておりますが、現場でその状況を確認をしていくということなどについては、現時点ではですね、啓発のところまでは私たちできるだろうというふうに思っていますし、また今、地元の商店街の皆さん大変一生懸命そういった啓発活動にご協力をいただいて、各店舗に呼びかけていただいております。大変ありがたいことであります。私たちとしてはやはり現時点でこうやれることはその啓発をしていくということだと思っておりますので、その啓発活動をできるだけ多くの方々にお知らせをしてやっていただけるように促していくということをやっていくということでございます。現時点では個別に県警もあってその状況を確認をしていくということについては、ちょっと現時点では今考えてはおりません。ありがとうございます。あと感染症対策チームを新設するということですが、これまではどういう担当部署がやっていた、いくつかの担当部署がやっていたことをまとめるっていうような捉え方でいいのかということと、もうちょっとこういう専門チームっていうのは早く作ってもよかったんではないかと個人的には思うんですけれども、今回、どういう反省のもとで、こういうことを作ったのかっていうこととですね、あとすみません、検査数の増加を目指すということなんですが、具体的に何か数的なもので目標値を今考えていることがあれば教えてください。はい、まず組織についてでございます。これまではいわゆる対策本部という形で局を横断するような形のものはございました。それとあとはそれぞれ特に保健所それから地域医療課などですね、それぞれの担当部署で対応して、それぞれもちろん随時連携を取ってやってきたところでありますが、しかしやはりそれぞれの担当部署が担う役割が非常に重くなっております。また多くなっております。ですからその中でやはりその横の連携であったり、あるいは情報共有であったり、そういったことが必ずしも十分ではないという部分も傾向として出てきているというふうに思っています。また今回クラスター対策ということで、
かなり積極的な PCR 検査に取り組んでいることもあって、まあ、検査そのものもございますけれども、この疫学調査等についてですね、これもしっかり抑えて、どういう経路で感染をしたのかというようなことも把握をしながら、次の予防策、対応策につなげていかなければいけないという側面もございます。まあ、そういった意味で、この特に保健所と地域医療課をはじめとする保健部と、それから対外的な、まあ、県や国との関係などをですね、これより円滑にして、基地と統合的に、また連携、より連携を強化をした形で、情報の共有も含めてですね、進めていく必要があるだろうということで、でまして今まで取り組んできている各所管の、やはりそのまず、それぞれの役割をより一層やっぱこれ充実をしていくことが前提でありますので、それを充実させながら横の連携を深めていく、そういったことをまあ目的として、まあ、今回新たにこういったまあチームを立ち上げさせていただくということになったところでございます。これによってそれぞれの情報共有を円滑に進めていきますとともに、これからまあ、県や国、あるいはそれぞれ町内でもいろんな部局間の連携ということが非常に必要になってくるというふうに来年に向けては考えておりますので、まあそういったことをまあ充実を図っていくというための組織でございます。検査数ですか。検査数、PCR の検査数という意味ですか。PCR の検査数について、これまでもちょっと申し上げていきましたが、まあ、現時点で大体、まあ、250から300、まあ、頑張ると350ぐらいまでは検査可能な状況になりつつあります。その中で、まあ、これまで、要するに私たちがやってきたのは、保健所、まあ、健康科学センターでこういった検査をやっておりますが、そこで、まあ、PCR 機を増やして増強するというやり方と、あとはその医療機関でですね、これをもう当初は1機関ぐらいしかありませんでしたが、今37ですかの機関がこれをやっていただけるような機関ができてきました。合わせて今地元の医師会の皆さんにご協力をいただいて、こういった検査センターも設置をしていただいておりますので、かなり能力としては高まっていると。で今後のことでいうと、やはりさらに今後ですね、PCR 検査、唾液を活用した PCR 検査であるとか、あるいは抗原検査、あるいは新しい検査のやり方も含めて、そういったものもやはり、こう連動していく形で増やしていく必要が出てくるだろうというふうに私たちは考えておりまして、やはりピークで国の方で約10万件ぐらいという目標がございますので、私たちとしては将来的には1000件ぐらいが、その100分の1ができるような体制を作っていきたいと考えておりますが、そのためにはやはりその新しい検査所等について、やはりこれから国の認可であったり活用方針というものが少し生まれてこないと、やはりちょっとなかなかそこまでは現時点では難しい状況でございます。ありがとうございました。他社で質問ある方お願いします。共同通信の白川です。はい、今日都知事が今日新たに報告された感染者数が過去最多の280人台に上ると明らかにされていましたが、まあこれに関する受け止めと、あと政府の観光事業の GoTo トラベルについても、まあ今異論が噴出していて、まあ見直し論が浮上していると思うんですが、これについての受け止めを伺いたい。はい、ちょうど私も昼食の時間帯でありましたので、この280名を超える感染者が出ているということについては知りました。ちょっと中身については具体的にまだ承知しておりませんけれども、最近の都の傾向として、こう一部の地域のクラスターだけではなくて、かなり感染経路不明者を含めて、この感染地が分散をしている傾向があるというふうに聞いておりますので、そういう意味ではこの282名もかなり大きな数字になってきております。私たちも
大変、東京都の影響というのはこれも再三申し上げておりますが、さいたま市は19万人が日々通勤通学をしに東京都に行っているという状況がありますので、これは本当に私たちとしてもより一層市民の皆さん、あるいは特に通勤通学をされている皆さんに、このいわゆる新しい生活様式含めて、あるいはテレワークの推進を含めて積極的に協力をしていただき、またそういったことに取り組んでいただきたいというふうに思っているところでございます。それから GoTo キャンペーンについてでございます。GoTo キャンペーンについてでございますが、この GoTo キャンペーンの趣旨、また取り組みについては、一定の理解をしているところでありますが、今回、通常、8月1日に予定されたものより少し前倒しで、実施をするということで、現在準備が進められていると聞いております。その中でやはり今東京を含めて、首都圏あるいは、かなり都心部で全国的にですね、こういった感染者数が拡大をしているという状況がございます。そうした中でやはりこの時期あるいはやり方ということについては、やはり十分検討していく必要があるのではないか、今この現時点でやらなくてはいけないのかどうか、もう一回よく再考する必要があるのではないかというふうには考えております。そうした中で、私たちとしては、引き続き、社会経済と、共生をしていかなければいけない、そういった状況の中でやはりそれぞれ、市民そして事業者の皆さんが、そういった、感染拡大防止のためのそれぞれが取り組みをしっかりとしていただきながら、過ごしていただく必要があると思います。その中で、国の方針も今後、今日ですか、今後検討まだされるというふうにも聞いておりますけれども、そういったことを注視もしていきたいと思いますし、もしそれが実行される場合にはくれぐれも行き場所の状況であるとか、あるいは施設の状況であるとか、あるいは自分たちのその感染にかからないための取り組みの仕方、こういったものをですね、十分考えて取り組んでいただきたいというふうに思っているところであります。NHK の瀬です。今の GoTo キャンペーンに関連してなんですけれども、その現時点でやらなくてもいいのではないか、再考する必要もあるのではないかということですが、市長の考え方として、埼玉市、埼玉県内には来てほしくないという考えがあるということですか。来てほしくないということではありませんけれども、やはり非常にリスクの高い、市民が旅行される場合も、また、埼玉市に来ていただく場合も、やはり今感染が非常に拡大をしているという状況がございますので、そういったお互いに、リスクがある状況がございます。その中で、行く側も、受け入れる側もですね、それぞれ不安を抱えたままやっていくということが、このキャンペーンをやるというところに、うまくこう合致をしていくのかということについては、いささかこのキャンペーン自体は決して悪いことではないし、私たちも観光とかあるいは飲食関係の皆さんがものすごい打撃を受けているということは十分分かっておりますので、その中でやはり両者が理解し合える中で行われた方がより効果が高くなるんじゃないかという、そういう意味でございます。ありがとうございます。先ほどの、南銀のホストキャバクラ関係の PCR 検査なんですけれども、今の1日の検査体制、また市の職員がどのぐらい検査の要員として入っているか教えてください。そしたらじゃあそれは担当の方から。お答え申し上げます。現在ですね、2名のドクターに来ていただいて、2列で検査をしているところでございます。市の人員についてはちょっと数字について今持ち合わせでございませんが、市内の保健所や局内等々からご協力いただいて、対応しているというところでございます。すいません、
県の職員は一方で何人入っているんですか。県からは職員は来ていただいてございません。先日の市長の発言で検体採取なんかでその県の要員をもらうという話だったと思うんですけど、県からですね、あの医療従事者についてあのご依頼をいただき、県にですね、医療従事者の派遣を依頼いたしまして、あの県からあのドクター2名と等々 の, あの医療従事者の派遣をいただいてございます。県の職員は来ていないという意味でございます。県からの派遣は合わせてじゃあ医療従事者だけで何人なんですか。それで埼玉市は何人なんですか。埼玉市からの人員について今すみません持ち合わせてございませんが、あの県からですね、医師2名、看護師3名あの来ていただいてございます。今回保健所は埼玉市にもが所管しているものなので埼玉市主導というふうに認識しているんですけれども、県側からその市の対応が脆弱なんじゃないかという指摘がありますが、その点はどうなんでしょうか。今後増やすことは考えていらっしゃるんでしょうか。それは、保健所の全体の体制ということですが、PCR 検査についてだと思います、はい、それは、まあ、ちょっと、まあ、どういう意味かちょっと分かりませんけれども、今、それは対応できる、お答えいたします。まあ、現状ですね、まあ、受付をしているところでございますので、まあ、予約いただいた範囲で検査を今の体制で、まあ、実施する予定というところでございます。あと先ほどご質問した1日の PCR の件数上限というのはあるんですか。それは何人の何人ですか、はい。まあ、お答え申し上げます。現状ですね、まあ、1日30件程度ということを想定してございますが、まあ、予約状況に応じてということになろうかと思います。以上です。で市長がその PCR の検査体制強化していくという中で、その難民の1日30件というのはあまり多い数字とも思えないんですけれども、これは今後増やすですとかその辺は考えていらっしゃるんですか。今、まあ、担当も申し上げましたけれども、まずこれ、予約制でやっておりますので、予約が当然増えてくれば、まあ、件数を増やすための人員増強等、これも当然やっていかなければいけないと思っております。これはいずれにせよ、できるだけ多く私たちとしてはやりたいというふうに思っておりますが、まあ、ちょっと現時点では、その辺の、まあ、状況が把握しきれていないということで、まあ、福岡市の中洲でやった取り組みなどの事例を参考にしながら、まあ 大まかな数を想定をしながら今やってはいます。ただ私たちとしてはそれ以上の方々にご協力をいただいて取り組めればというふうに思っておりますが、現状としてはですから予約あるいは申し込み状況というものをですね、まあ、に対応しながら増強していくということになると思います。あと先ほど市長の発表された対策チームなんですけれども、はい、横の連携をということですが、具体的に例えば何がどう変わるのか、今まで例えばこういうところが課題だったけれどもこのチームを作ることでこういうふうになるですとか、具体的に何がどう変わるのかということをもうちょっと説明いただきたいんですけれども、はい、まず保健所の機能そのものもですね、今やはりかなり、陽性者数が増えてきております。これ PCR 検査については、まあ、滞りなく進んでいるところですが、その後のこの、まあ、調査の部分ではやはりかなり数が多くなってきているというような状況もあって、こういったまず、そういう、まあ、PCR だけではない違う意味での検査体制を、まあ、増強していくという狙いが一つです。でその中でやはり、まあ、保健所がですねやはり、きっちりとその辺の現状を把握をして、そういった体制対策を強化をできるように強化をしていくとともに、あとは、まあ、地域医療課をはじめとする他の、まあ、部局との連携というものも当然必要になりますので、まあ、保健所だけではない、少し、まあ、その外側に、
しっかりとした連携する形といいますか、チームを作ってやっていこうというのが今回の狙いでございます。で特にさまざまなその情報の共有化、あるいは発信の仕方などについてもですね、こういったチームで統一的に行っていくということも併せてやっていきたいというふうに思っています。東京新聞です。今週市長厚労省にも要請に行かれたんですが、今 の対策チームなんか割と事務の方を増やすというようなイメージなんですけれども、ここ数日間だいぶ感染者の方も増えてきて、保健所の方でこう疫学調査の方がもう間に合わないと。で我々も、速報版でいただいて、次の日にこの方はどういう方かっていうのを詳細版でお伺いしてるんですが、もう詳細版に調査が間に合わないというような状態になってしまっていて、それに関わる専門職をもうちょっと増やさなきゃいけないんじゃないかと思っているんですが、この辺についてのお考え、厚労省に行ったことも含めてですが、はい、長期的なものも含めて見通しというか、はい、どれぐらい増やしたいとかもしあれば教えてください。まず現状というか短期的なところで言いますと、やはり埼玉市役所の中にその保健師さんとかですね、やはり専門的な資格を持っている職員というのはかなり限られております。ですのでそういった職員をできる限り、通常のいろんな業務もございますので、どうしてもある程度の人数はそれぞれの所管に配置をしておかなければなりませんけれども、ある程度そちらの方にやっぱり集めてくるということはしていかなくちゃいけないだろうと思っています。またこれまで保健師さんや専門職の方々がやっていたけれども、事務職でもできる業務、そこをできるだけ切り分けて、専門職でないとできないことを中心に保健師さんあるいは専門的資格を持っている職員にはやっていただくと。でそこにできるだけ、事務職の方は専門職、限られた専門職と比べて、確保を、しやすい環境にはありますので、もちろんかなりギリギリの数字でやってますから簡単ではありませんけども、そういった人たちを、投入をしながら増強していくと。でさらに今クラスターについては、先般副大臣の橋本副大臣の党にお邪魔したときにも、人の派遣等についてもですね、お話をしたところでありまして、今後また国とも調整をしながら少しでも増強がその辺ができればというふうに思っております。また先般、いわゆる看護師、それから保健師の方々の、いわゆる任期付きのですね、職員を募集をさせていただいておりますので、そういった皆さんの力も活用させていただきながらやっていくということになるだろうと思います。いずれにしてもかなり、第一波よりも今かなり短期間で急激に今増えているという状況がございますので、それに対応できるようにですね、しっかりとこの職員の配置を進めていきたいというふうに思っています。日経新聞です。先ほどの南銀の PCR 検査の件で伺いたいんですけれども、現時点で店舗数220店舗ほどということですが、最大件数としては何件くらいを想定して今準備されているのかというのを確認させてください。一応なんていうんですかね、目標でちょっと申し上げておくと目標ではありません。要するに前お話をした福岡の中洲の事例を参考にしながらどのぐらい来るだろうかっていう前提で今準備をしていますけれども、400件ぐらいは対応ができるんではないかと思っていますが、当然その予約状況が増えればさらに増強していかなければいけないというふうにも考えておりますし、そのための取り組みも頭に入れながら今対応しているというところでございます。
と南銀地域以外にも大宮ですとか他の埼玉市内で繁華街あると思うんですけれども、川口市とかではまだクラスターが発生していませんけれども、ヘワクラとかホストクラブの従業員向けに PCR 検査やってると思います。埼玉市の方では他の地域での PCR 検査というのはどういうふうにお考えでしょうか。はい、まずはクラスターが今、3つのクラスターが発生をしております、地域と特定の地域と特定の業種に限定してまずはしっかりとやるということが大事だと思っております。その上で、その中での発生状況なども踏まえながらですね、他の地域の、そういった業種を検討して、した形でやるのか、あるいはどうするのかということをまた検討していきたいというふうに思っております。現時点では接待を伴う飲食店での他の地域での PCR 検査はまだ検討はされていないということでしょうか。そうですね、現時点ではまずその南銀座地域での検査をですね、やはりより多くのお店、あるいは従業員の方々に参加をしていただくということがまず基本的には第一だろうというふうに思って、そこがクラスターが3つ発生している地域だからということで、特定をしてやっていくということであります。もちろんそれ以外に通常の PCR 検査の中で、発生した濃厚接触者あるいはの部分をこれも徹底的に調査をして、抑えていくという作業と2本立てで今やらせていただいておりますので、その中でこの2つの状況をやはり十分把握をしながら次の対応をしていくということが重要ではないかというふうに思います。はい、朝日新聞の森です。はい、まず南銀の検査についてなんですけれども、はい、今のお話ですと、検査をするというか検体採取する医師2人ともですね、県の方から派遣していただいた民間の医師というふうに解釈したんですけれども、それではですね、今回の PCR の南銀の体制についてですね、はい、市からですね、派遣しているのが何人 で県に依頼したものが何人なのか、そこら辺のトータルの、人数の割合を教えていただきたいんですけれども、はい、じゃあ市側の体制ですが、10人程度の市の職員は誘導等を含めて行っているというところでございます。県からはどのくらいの人材を、派遣してもらっているんでしょうか。先ほど申し上げた通りですが、医師2名と看護師3名派遣いただいてございます。5名ということですね。じゃあ県おっしゃる通りです。そうすると市からは医師は、派遣したり、医師会にお願いしたりとかそういうことはしていないということですか。ご指摘の通り、県から来ていただいたドクターに検体を採取していただいているというところでございます。分かりました。あと GoTo キャンペーンにつきまして、はい、今市長がですね、時期ややり方という話があったんですけれども、具体的に言いますとですね、吉村知事とかですね、小池知事などがですね、その具体的にですね、今じゃないとかですね、もっと感染者が減った時期にとかですね、あるいはそのやり方として例えば東京から他に行くのはご遠慮いただきたいとか地域を限ってとかそういう話がありますけれども、埼玉もですね、市内で、クラスターなど感染者が多い状況の中でですね、市民へのメッセージとしてはですね、結局 市からですね、あまりその感染地域の少ない感染者の少ない地域に行くのは控えた方がいいとか、そういうことをメッセージとして、おっしゃる考えがあるのか、あと時期についてはですね、いつ頃が望ましいと考えているのか教えてください。
まず時期についてはいつ頃という、時期の指定は当然できませんけれども、やはり今日々感染者数が首都圏を中心に東京を中心にですね拡大をしておりますので、やはりそれが一定程度減少してくるということが必要になるのではないかというふうに思っています。そうしないとやはり双方が不安を抱えたままやらなくてはいけないというふうに思います。それからそういう意味では、まず、GoTo キャンペーン、私たちとしてはまず身近なところで旅行されることからスタートをしていただきたい、まずは県内を中心にやっていただきたいというふうには思っております。やはり遠くへ行くことの、お互いのリスクや不安というのはやはり生じてくるというふうに思います。そうするといつやるのっていうふうになれば今じゃないっていう、そういうことですね、今はあまり適してないではないかというふうに思います。じゃあ今だろうじゃなくて今じゃないというですね、はい、りました。あと市長は先ほどのちょっと毎日さんの答えに答えてなかったと思うんですけど、はい、ご自身で、はい、南銀あたりをご覧になる考え、別に新宿区長のようにですね一軒一軒回るということではなくにしてもですね、どういう状況か、ということは見るお考えないんでしょうか。そうですね、PCR 検査の場所については昨日検査が始まる前にどういう状況かということについては既に確認をしてきたところでございます。ただ個別に回るかどうかというところはあれですけれども、やはり南銀座商店街の状況については、今後も把握していく必要があると思いますので、その中で、お伺いをするというようなことも含めて今後適切なタイミングに、やることも考えていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。南銀の検査でですね、検査を受けた方が陽性になったときに市としてはどういう対応をするのかというのと、大野さん、西村大臣も含めて、感染防止対策が不徹底なお店には休業要請するという考え方についての、市長のお考え、あとですね、南銀の商店会が14日夜から安全宣言ステッカーを貼るようなその活動をされてますけれども、これの対する支援というんですかね、補助金なのか人的なのかは分からないですけれども、その辺のお考えはあるでしょうか。まず今回の PCR 検査で陽性が出た場合についてでございますが、これまでも新型コロナウイルスのPCR 検査で陽性が出た場合にはですね、それぞれ店舗については休業していただいているところでございます。その中で期間等については現時点発生状況なども含めて、考えていく必要があるんだろうと思いますけれども、現状としては、自主的に、休業していただいているという状況でございます。それから南銀座商店街への支援についてでございますが、これまでも、先ほど言った会合でも、また個別にもですね、南銀座商店街の皆さんとはいろいろ意見交換をさせていただいているところでございます。またいろんなご意見やら、あるいはお話を聞かせていただく中で、大変積極的にまた熱心に活動していただいております。本当に私たちとしてはありがたいことだというふうに思っております。そういう意味では民間の皆さんが率先してやっていただいているということについて、私たちも何らかの支援策等々については今後検討していきたいというふうに思っております。現状、そうですね、今、県とも何度かお話をさせていただいております、これが徹底されていないところの休業要請という意味は、これを徹底してくださいということを、
を申し上げるということがその本筋でありますよということを言われていて、それについてそれをチェックしたりとかというような状況ができるわけではないわけでありますので、私たちとしては今回この PCR 検査についてのご案内をさせていただいて協力を要請をしています。また併せて先ほどもこのスライドパワーポイントの中で業界のガイドラインに対応した取り組みをぜひしていただきたいということも書面等でお願いをしているところでありますが、そういう意味では私たちとしてもさらにですね、この PCR 検査の協力への依頼とともに、そういった業界のガイドラインをこれを守っていただけるようにですね、各店舗事業者に要請をしていく、お話をしていくということを、強化をしていきたいというふうに思っております。PCR で陽性が出たときに、自主的に休業ということですけれども、そのお店は感染防止対策を自ら徹底していましたといえば休業要請できないんじゃないかなと思うんですけども、その辺はいかがですかね。先ほども言いました、現時点では自主的に、その休業していただいているというしてくださっているということですね。だ今後のことについて言うと、やはり一人でも出た場合には引き続きそのお店の従業員あるいは来客に対する検査を埼玉市としては実施をしてまいりますので、そういった中でやはり一定期間休業をしていただくようにこうお話をしていくということは当然あると思っております。はい、すみません、NHK です。先ほどの南銀の検査体制の確認なんですけれども、医師を出しているのは埼玉県だけで、埼玉市からは医師、医療関係者は出していないということですか。お答え申し上げます。ご指摘の通りでございまして、市が県に依頼をして、そうです。保健師については市の職員として対応にあたってございますので、先ほど申し上げた10人程度の内数にも保健師はございます。これ本来市が主導の検査であればまず医師ですとか医療関係者は市が県以上に出すものではないかという気もするんですけれども、そこをあえて県にお願いしているというのは何か理由があるんですか。市としては一つは基本的に非常に感染者が増えてきて、埼玉市なんですかね、そのクラスター対策を、通常のオーソドックスなやり方でこうやっている、まさに真っ最中なところなわけですけれども、それに加えて、全店調査ということになるとかなりの、規模であったり人が、不足をするということが前提にあったので、その中で、その医師については市としてもどうしても足らないので、埼玉県に、出していただけないかということでお願いをしてきて、それを県としては心よく引き受けていただいて、出していただいたということで、クラスター一つの要するにオーソドックスなクラスター対策の取り組みをしつつ、合わせて、いわゆる、こうなんですかね、ポイントを絞った大規模なこの PCR 検査を、並行してできるという状況になっているということでございます。限られた資源の中で今私たちもそれぞれの仕事を今やっておりますので、その中で足りない部分については県や国にお願いをして、あるいは連携をしてやっていくしかなかなか対策が取り切れないという状況でございます。あります。あと一人一件お願いします。大月さんまだ質問してないよね。どうぞ。すみません、対策チームについて教えていただきたいんですけれども、これはそもそもその増員というような形ではなく、いろんな部署から人を集めてくるっていうような形なのかなっ
というのと、はい、何人程度の、あの数人程度ってあるんですが、約10人程度 の、 あの事務局となるのかというところと、その具体的にその、まあ反省、まあ、これまでの第一波の反省に基づいてあのチームを編成するということなんですけれども、こちらにあるそのクラスターと新規に発生した事案に対する機動的な対策の立案というところに、あの第一波では課題があったというふうに受け止めて、この度あの作られたのかというところを教えていただきたいです。はい、まあ、あのまさに 目的は今あのお話しされた部分を強化をするということが、その大きなテーマでございます。で、増員については、増員のその何て言うんですか、まあ、どういう、要するに外部の人を増やすという意味でおっしゃっている増員なのか、現状としてはさいたま市としては、まあ、外部については任期付きの職員を、まあ、10名、募集して、現時点で、まあ、9名ぐらいだったと思いますが、応募されてきているというような状況を聞いておりますので、まあ、その中で、まあ、増員するということは当然やっていきます。それ以外に今町内からですね、これあの、一つは、保健師さんとかそういった専門ところ的な役割の方々は全く今まで、これまでその第一波も含めてやってきた取り組みの中での経験が全くない方がいきなり入られるとやはりちょっと難しいという現場の声もございましたので、その中でやはり何らかの関与してきた職員をなるべく集めていく方がより効果的効率的にできるだろうという判断で、そういった部分についてはそういうふうにさせていただくつもりでございます。ただまた合わせて事務方の職員についてはですね、今後、まあ、他部局からの、まあ、応援も含めて、まあ、人事的な措置を取って、対応していただくというふうに考えております。今人数については、担当の方と、人事課等で少しこう具体的な詰めをやっている最中でございますので、現時点では何人、そのチーム含めて、あるいは保健所の機能を含めた増員がなされるかということはちょっと申し上げられありませんけど、現時点ではちょっとまだ申し上げられないという状況でございます。先ほどとその目的のところで、あの第一波でどういったその対策の立案が足らなかったというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。はい、やはりあの一つはやはり保健所のに保健所あと地域医療課にですね、特に過度なやはり負担がたくさんかかっていたという状況はあったと思います。まあ、その中でやはりあの情報の共有化であったり連携というのは少し取りづらい側面はあったと思います。まあ、そういったことなどを考えると、やはりそれぞれの人員を強化をするということと合わせて、少しあの部局横断的に調整をしなければいけないことが多々ございますので、そういった役割も別途ですね、作ってそれをまあ充実を図っていくことで、それぞれの本来の仕事をより充実をしていただく形でできるだろうというふうに考えております。またその中で、情報の集約化であるとか、あるいは教育化であるとか、あと、まあ、あの組織との連携であるとかというのをより一層充実を図っていこうという、まあ、目的で、ございます。情報の共有化の部分は分かったんですけれども、はい、その立案という意味で、あのどこに反省点があったというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。その対策の立案ですね。対策についてもですね、まあ、もちろんその都度、まあ、疫学調査をやりながら、まあ、クラスター対策を行い、また第一波の場合はやはりあの感染経路不明の方が、まあ、かなり多かったということもあって、まあ、その中で、こうなんていうんですかね、あの積極的なといいますか予防的な対策ということが必ずしも、まあ、十分、できたかどうかということについては、まあ、疑問が残るところもあるというふうには思っております。ただ今後のことを考えると、やはりあの第2波については、やはり、まあ、第1波の時はクラスターが1個しか出ませんでしたけれども、これからクラスターがかなり増えてくる可能性もある。それ特にリスクの高い病院であるとか福祉施設に、
でのクラスターが発生する可能性もあるので、やはりそういったところも含めてクラスター対策、こういったのをしっかり行える状況は作っておいた方がいいだろうというふうに考えております。また併せてそういった疫学調査を充実をさせることで、より積極的な予防対策ということについても取り組んでいくことが必要ではないかということで、そういった部分を強化をしていこうということでございます。記者会見等での窓口っていうのもまた変わってくるんでしょうか。基本的には私であったり、あるいはそのチームのリーダーであります、理事が中心になっていくというふうに思います。すみません、ちょっと時間なので一旦代表質問を移ります。先ほど市長冒頭の挨拶にもあったんですが、はい、九州などで豪雨災害が起き、川の氾濫などで死者も出ています。はい、記録的な想定を超えると表現されるような、これまでの想定を覆す豪雨は今後も予想され、埼玉市内にもいくつかの川があり、一言ではありません。今回の豪雨災害を受け、特に豪雨災害、水害、川の氾濫などへの埼玉市の防災体制の現状や、改めて担当部署に指示したことや強化しなければならないと考えたことを教えてください。また市民に日頃や当日どんな備えや行動を心がけてほしいか、メッセージをお願いします。はい、それでは感謝質問にお答えをしたいと思います。まず近年雨の降り方が局地化、激甚化しており、また台風等に伴います大規模な 水害等もですね、頻発しているところであります。御市におきましても、昨年令和元年にですね、令和元年東日本台風と同規模の台風が襲来してもおかしくないというふうに感じているところであります。令和元年東日本台風では桜区内において大規模な浸水被害が発生をしました。また荒川が氾濫危険水位を超えましたので、周辺住民に避難指示を発令をいたしました。住民への情報伝達や、あるいは広域避難への対応などさまざまな課題があったと認識しており、対策の見直しを行ってきたところであります。今般のコロナ禍における避難所での感染拡大防止については、すでに指示を行っておりますが、併せて九州などでの豪雨災害を受けて、今一度全職員がこの風水害への対策を確認し、確実に実行ができるよう改めて指示をしたところでございます。また災害時の迅速な避難の実施に向けて、自治会をはじめとする地域住民に対して、この情報が迅速正確に伝わるよう日頃より連絡を密にしていくとともに、災害時の自身の行動をですね、あらかじめ時系列に整理しておく、このマイタイムライン、このマイタイムラインの作成を推進をしていきたいというふうに考えております。令和元年東日本台風後に見直した対策としては、まず避難勧告など防災情報の入手が難しい高齢者などへ電話やファックスによって情報を配信するサービスを導入をいたします。また避難勧告等におきましては、防災行政無線、緊急速報メール、市ホームページ、SNS、テレビのデータ放送などで発信をしてまいりますが、スマートフォンや携帯電話などの通信手段をお持ちでない方へも緊急情報をお届けできるようになるものと考えております。また広域避難が必要な要配慮者など車で避難をせざるを得ない方のために、大型商業施設の駐車場を開放いただく協定を締結しておりますが、さらに実効性のある協定とするために運用方法についても協議を進めているところでございます。その他、東日本台風における対応を踏まえた対応として、避難にいとまがない場合の避難先の確保でございます。原則浸水想定区域外への避難を行いますが、避難にいとまがない場合の避難先を確保するため、浸水想定区域内の緊急避難場所の上層階への緊急避難場所を増加をさせました。
これは10箇所増やしたところでございます。また緊急避難場所の見直しに伴いまして、荒川、入間川洪水ハザードマップを改定をいたしました。また避難所開設が長期化した場合に備えまして、避難所担当職員を5名から6名に増員をしまして、ローテーション勤務による運営を確保しているところでございます。また新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、自身と自宅などの安全が確保できる場合には在宅避難も選択肢の一つとしてお願いしております。自宅にとどまることが危険な場合には、躊躇せずに避難をまた一方でしていただきたいというふうに思っております。日頃から、ハザードマップなどを活用して、浸水が想定される場所や避難場所、避難ルートなどを、やはり事前に、日常からですね、ご確認をいただきますようにお願いをしたいというふうに思っております。以上でございます。今市長のお話ですと、主にソフト面といいますか、もし避難しなければいけない状況になった時の、避難所の体制とか情報伝達の部分の話だったと思うんですが、去年の台風19号の時に、実際にその、鴨川とか鴻沼川とかですかね、川からの荒川とかの逆流とかの関係で、水が溢れてたりとかそういうところがあったと思うんですが、ハード面で例えばまあ、今やっている治水対策の現状とか進捗状況はどうなのかっていう、もう今年またこの秋に起きるっていう可能性も、あると思いますので、そこで結構住民の方も不安だと思うんですけど、今年会った時に果たして大丈夫なのかとか、その辺をお聞きできますでしょうか。はい、まず一番のといいますか、去年本当に決壊するのではないかと心配がありました。荒川につきましては、今埼玉地区堤というのがですね、国の、国土交通省の荒川上流河川事務所で、これはもう、長年かけて今進めていただいております。この埼玉地区堤をしっかりと工事を進めていただく、それから今西港がこれ第一調節池でありますが、今第二第三調節池を計画をしていただいて、いわゆる堤外、河川の近くにですね、今その第三調節池を作るということの計画があり、それを今粛々と実行していただいているところでございます。それから鴨川自体は県の所管の河川ということになりますけれども、合わせてそれに隣接しております、19号の時は特に油目川と鴨川にちょうど入っていく川が一水をしたという状況がございました。これについては2年間前倒しで排水場の整備などを今行っているというところでございます。やはりどうしても治水の部分についてのハード面ということになると、なかなか1年2年ということではできない部分もございます。ただポンプの機能ができなかったところの工事については、すでに昨年中にすでに高い場所にそれを設置して、そういった水が浸かるという状況を防いでいる状況はすでに実証しておりますが、合わせて油面側の排水業の整備を市としてはやって、かつ引き続き国土交通省あるいは県に対しても河川一級河川等のですね、治水対策については引き続き、推進をしていただきますように、要望活動も合わせてやっているところでございます。ありがとうございます。今の代表質問に関連して、質問がある方お願いします。埼玉新聞です。去年の台風19号の時にですね、近所のおばあちゃんがですね、避難所が、近くの学校だったんですけども、荒川が決壊したら無理だっていうことで、自分のマンションの上の階の、そんなに知らない親しくはなかったんだけども、そのところに避難したということを聞いたんですけども、
今の、まあ、私の住んでいるところも南区の内屋というところですけども、はい、あそこでもし起きたときに避難所は浸水する可能性が高いので、その辺の対策と、まあ、他県では大きなビルを持っている企業なんかの上上階の会議室なんかを避難所にするように協定を結んでいる動きもあるそうですけども、そういう動きはあるんでしょうか。はい、まず市としては先ほど申し上げました通り、こう避難場所の見直しをして、その想定地内に あっても高い場所階であればなんとか被災を免れるであろうという10カ所については、2階以上あるいは3階以上というようなことで、指定をさせていただいたところでございます。また今、具体的な例として、まあ、そのおばあちゃんの例を出していただきましたけれども、まあ、私たちとしてやっぱり、かなり場所だけですと、この発災状況、まあ、荒川云々ということになるとかなり大きな面積での被害が想定できますので、やはり知人のところに、こう避難させていただくであるとか、あるいは親戚のところに避難をさせていただくということについてもあらかじめ、ご連絡を取って、まあ、お約束なりしていただけるとありがたいと、あるいはそういったことについて積極的にやっていただきたいというふうに思っております。そしてそのためにはやはり何といってもですね、それぞれのご自身がですねマイタイムラインを私たちとしては作っていただきたいと思います。それはその高齢者ですとどうしても避難するためにいろんな時間がかかる、あるいは障害者の方々の場合はですね通常の方より当然避難するといった場合にはですねかなり時間がかかるケースがございます。そんな時に例えば避難勧告をしたタイミングでこういった行動を起こしていけばこうなんですかね、そういった被害に遭わずに、まあ命を守ることができるというようなことをですねぜひ、それぞれで取り組んでいただくことが必要ではないかというふうに思っております。そして、多分それはそれぞれのご家庭の事情であったり状況によってこのマイタイムライン、最初に初動を起こす時間ということが違ってくるだろうと思います。ですのでそういったマイタイムラインについてはちょうど地方でもですねそういったことに取り組んでいる自治体がありました、自治会がありましたのでそれを取り上げさせていただいたりしていますが、今後夏から秋に向けてこういった水害が起こりやすい時期を迎えますので、私たちとしても改めてそういった自主防災組織あるいは自治会等を通じましてそういったマイタイムラインの推進などにも取り組んでいただくように、呼びかけていきたい、こんなふうに思っているところであります。他にありますか。ないようなので、その他に質問がある方はお願いしたいんですが、ちょっと時間がないので1人か2人でお願いしたいんですが、他に質問あればお願いします。すいません、私なんですけど、はいはい、横浜市が、はい、成人式を、はい、オンラインでやるっていうことを一回発表した後に、はい、まあ、ちょっと批判が殺到して、撤回して感染対策した上でやるというようなことが昨日そういうやり取りがあったみたいなんですけれども、はい、さいたま市はまあ、ホームページ見ましたら今年も1月11日に一応予定してますというふうにあったんですが、今のところその、まあ、感染状況はもちろん分からないとは思うんですが、やる方向とかそのオンラインとかそのやり方について今考えていることあれば教えてください。はい、さいたま市としては現在、今お話になったように、まあ、開催する方向で準備を進めさせていただいております。まあ、やる以上はやはり感染しないための対策を十分、まあ、施しながら講じた上で、まあ、開催をするということで、まあ、検討をしているというところでございまして、決定次第、まあ、ホームページで、まあ、公表していきたいというふうに思っております。ただ、まあ、もちろん、まあ、いろんな状況、コロナの状況によってまた変化する可能性もありますが、基本的には私たちとしては、それを講じた上で、実施をできればというふうに思っております。ありがとうございます。他ありますか。どうもありがとうございました。記者からの質問を終了させていただきます。以上をもちまして市長定例記者会見を終了とさせていただきます。
なお次回の開催は7月28日午後1時30分からを予定しております。本日はありがとうございました。